国立公園の一風景。台湾の国立公園は国家公園と呼ばれ、現在の管轄下にある自然、野生生物、歴史のための保護された国立公園である。現在台湾には9つの国家公園があり、すべて内政部の管理下にある。これらの国家公園は7489.49平方キロメートルをカバーしている。 3103.76平方キロメートルの総面積は国の総面積の約8.6%を占めている。最初の国家公演は台湾が日本の統治下にあった1937年に設立に指定されたが正式にそのように管理されたことはなかった。第二次世界大戦後、経済発展の優先順位から自然環境の保護を求める声が反対された。 しかし、国家公園法は1972年に可決され、最初の国家公園は1984年に設立された。国家公園を国家風景区と混同しないように、国家風景区は交通部の観光局によって管理されている。二つのタイプの領域の開発を支配する異なる哲学があり、国家公園では、 自然と文化の資源の保護に重点が置かれており、人間の利用のための開発が二次的な優先事項である。台湾で最初の国立公園は1937年12月27日に小林製造総督によって設定された。台湾が日本統治時代だったので、3つの国立公園は大日本帝国の国立公園になっていた。 台湾の国家公園9カ所は次の通りである。ありがとうございます。